堀行動です。ヤフー知恵袋に勝手にお答えしようということでやっていきたいと思います。今回の質問はこちらです。新型コロナウイルスは感染当初無症状であっても副作用が出てきます。中でも危険なのが記憶障害で若者であってもアルツハイマーのように記憶が消えてしまう。そしてそれが慢性的に長々と続く。回復してもすぐまた悪くなってしまう。やはり学校でのワクチン接種を始めるべきと思いませんか？ということなんですけども、僕は学校でのワクチン接種を始めるべきだとは思いません。はい、始めるべきだ、ではないと思います。はい、ということなんですけども、まずは、新型コロナウイルスのね、感染された方、無症状であっても、副作用というのかな、これってあの後遺症の話だと思います。新型コロナウイルスの感染者の、感染の後遺症ですね。はい。で、記憶障害の後遺症ですね、のお話だと思います。要は、記憶障害が、ね、後遺症として起こるから、ワクチンを、学校でのワクチンをね、もっと進めてい、くべきっていうかね、今やってないですから、始めるべきだと、思いませんかっていうことをね、言ってると思いますけども、これは、今ね、新型コロナ、ウイルスっていうか、ね、新型コロナワクチンっていうのは、今、治験中なんですよね。はい。要は、よく考えてみてください。学校っていうことなんで、お子さんというか子供になると思います。接種するんだったらね、接種者は子供になると思いますけど、治験中のワクチンを子供に打たせるのかなっていうことを考えてみてください。はい。本当に、いろんなことをね、考えて、じゃあ学校でのワクチンを始めるべきかどうかっていうのを考えないといけないんですよ。はい。もし、後遺症、このコロナウイルスの、感染して、後遺症として記憶障害が残るっていうのが、これがもうこれしかないっていうのであれば、ワクチンは接種すべきっていうふうにはね、始めるべきっていうのはなるかもしれないんですけど、でも、今回このワクチンっていうのは、ワクチンの後遺症っていうのも、実際ニュースでね、記事になってたりします。はい。なので、新型コロナの感染しての後遺症もあれば、ワクチンを接種しての後遺症も確認されているということなんですよ。はい。要はそういう危険性っていうかね、そういうのもあるので、そういうものを学校でですね、子供たちに打たせるかっていうことです。学校でのワクチン接種になると、義務化みたいになってくるのかな。ちょっとわからないですけど、そういうのは、ちょっと本当に考えないと、本当に今ね、中身って言いますけど、治験中なので、何が起こるかわからないっていう。で、新しいタイプの、ワクチンなんですよね。なので、何が起こるかわからないっていう状況の中で、学校でのワクチン接種を始めるべきかどうかって言われたら、始めるべきではないよねっていうふうな、そういう、個人的なお答えになるんですよね。はい。要は、義務化っていうか、打たないといけないっていうふうになると、やっぱり、保証っていうかね、責任っていうのが、伴ってくるのね、義務化した、された方じゃなくて、今は、打った、自己責任みたいなことになってるけど、もしワクチンの、影響で亡くなったら、その国からお金がね、出るというか、その保証っていうか、には出るそうなんですけど、その認定されなかったら出ないよねっていうような話でもあるんですけど、はい。いろいろそういう責任問題っていうか、いうことを考えると、学校でのワクチン接種を始めるかって言われたら、その安易に始めてはいけないと思います。はい。これは、ちょっと本当にリスク高いんじゃないかな、っていうふうには思うので、あくまで、そういうことがあって、今、学校でのワクチン接種が始まってないっていうかね、やってないですし、ワクチン接種自体、個人の自由。打つか、打たないかっていうのは個人の自由。一応、努力義務っていう変なことを言ってるけど、でも、
打つか打たないか個人の自由になっているっていうことだと思います。はい。ということで、本当に軽々しくね、その学校でワクチン接種始めたらいいんじゃないかとかでね、そういうのは、僕はちょっと違うかなっていうふうには思います。はい。まあ、これに関してはいろいろ意見があると思いますので、なんか意見がある方は、コメント欄でもね、書いていただければと思います。はい。ということで、終わりたいと思います。ありがとうございました。